から出してください。そうだ、ごまかすな。どうしてくれるんだい。静かに聞いてください。広島にいるのは皆さんだけではなく、病院には先生方もおります。決して騙したりごまかしたりしているんではありません。どうするんだ、はっきりしろ。病院ではそれをもう何度も調査しています。広島の土には原子爆弾の放射能が確かにあります。しかしそれはごくわずか、人間に害を与えるほどじゃありません。念のために病院では庭に大根の種をまいてみました。その芽が出て大根が育てば、その心配はないわけです。もうしばらく待ってください。看護師さん、どうです？犬が来た。